れ様です。本日10月16日2回目の暗号通貨ニュースです。テーマはビットコイン1000万円突破ということで、もうすぐ1000万円を突破するぞっていう風なニュースに触れて、じゃあ今のうちに買っとこうかっていう流れが加速して、おそらくまあ予想よりも早く1000万円突破したんじゃないかなと思いますね。ということは1000万円の心理的な壁がありますから、ここで利確する人が出ないとも限らない。まあその辺が暗号通貨投資のね、なかなか難しいところで、いくらいくらになったら何が起こりますよっていうのは誰もわかんないんですよ。それっぽいこと言う人はいますけどね。で、私は自分の判断は自分に対しては使いますけども、皆さんこうしましょうっていうところまでは申し上げません。ですので、情報を受け取った方がその参考の一つとしてね、他の情報や他のリスクもまずこぜしながらご自身で回答を出してください。イーサリアム置いてかれてますね。イーサリアムも連れて40万円になると思ったんですけども、ビットコインはビットコイン単独の動きをしております。やっぱりドミネーションがね 55% に迫る勢いですから、他のアルトコインに気を使いながらってことはないでしょうね。で、そもそも暗号通貨今ね、上場してるコインが 14,840 と今朝から考えても増えたんですけども、まずビットコインが全てのハブになってるんですよ。だからこの時価総額が360兆円に久しぶりになりましたけども、時価総額が上がるってことはビットコインの需要が一番高まる状態なんですよね。その辺の仕組みはもうお分かりだと思います。ほら、リップルは上がってないでしょ、変わってないでしょ、ビットコインだけ上がったから。ビットコインが上がって、ここに上場されたまだ私たちが知らない上場直後のコインに関連してるっていう風に考えた方が自然だと思いますね。体もあまり上がってないというところですね。しばちゃんも特に上がってないですね。ということでね、なんでビットコインがトップにいるのか、ビットコインのドミネーションがなんで 50% を切らないのか、この辺の仕組みロジックを理解するところから暗号通貨投資をお考えの方はね、学習していってはいかがでしょうか、ということでございました。それではまた。